疲れ様です。今回は断捨離をしていこうと思いまして、インスタグラムのねフォロワーさんとかに断捨離も見たいよっていう声をねいただいたので、断捨離もね動画にしてみようかなっていうところで今日は動画を撮ってます。でとにかくコスメはねめちゃくちゃ多いんですけど、定期的に断捨離を必ずやっているっていうタイプでもなくて、製品をまあ選んでるうちにあこれ古いよな捨てようみたいな感じで処分するっていうことはまあたまにあったりするんですけど、定期的にねちゃんと丁寧に処分するっていうことをもう全然しない性格なので、今回はね古いものをしっかりと処分して棚の中をね綺麗にしていこうかなと思っております。なんですっきりした収納状態で2021年を迎えられるようにね今日は断捨離を頑張っていきたいと思います。仕事でもいろいろ自分以外の人の顔に化粧品を使うっていうことは全然あったんですけど、やっぱりこのコロナのせいでそういうのがなかなかできなくなってしまってから、ただただ化粧品の寿命が過ぎ去っていくっていう悲しい状態だったっていうのもあって、これ自分には使わなくてなんか持っててももったいないなっていうのはちょっと家族とかにね送ろうかなと思います。まだちょっとしばらくね人にメイクできるようになるのはもうちょっと後の方だと思うんで、まあ、オンラインレッスンでね使いそうなものだけ残して、これはいらないかなっていうのはちょっとまあ処分かもしくは家族に送るような形で整理をしていきたいと思います。参考になるか分かんないけどお片付け一緒にしましょうっていう感じで見ていただければなと思います。で大体化粧品の使用期限的にはまあ長くて3年とか言われてるんですけど、ケースがね可愛くて残してる限定品とかもあるんですよ。見た目がたまらなく可愛くてっていう、そういうのはまあ飾る用に取っておこうかなと思ってます。というわけでリップ系がねすごいいっぱいあるんですけど、じゃあちょっと少ないところからいこうかな。これまずチーク系のボックスですね。こんな感じで入ってるんですけど、こっちは割と新しいというか既存で売ってるもので、こっちがもう売ってないもののボックスになってます。なんでまずは元々あるものの整理をしていこうかなと思います。こんなに綺麗なチークなんですけど、もうちょっと買ってからしばらく3年以上経つと思うんで、こいつはね処分ですね。マックのティーチっていうからですね、処分はこっちの袋に入れてっていう感じで、で家族に送るのは謎にスターバックスの袋に入れてっていう感じで処分していこうかなと思います。これ新しいですね。このグロープレイブラシを逆さまにして保管しておくとね、いつの間にかこのガラスの方にピトってくっついてたりするんで、逆さまにしないことをおすすめします。あ、これめっちゃ古いわ。これジェントルですね。もう廃盤かな。ミネラライズブラシのジェントルですね。3年は絶対経ってる。さよなら。うわ、まあでも新しいのが割と多いかな。あ、でもこれも古いな。歴代の人気色はちょっと古いかもね。これデインティ、ミネラライズブラシデインティですね。これも3年経ってるんで処分。なんか見た目的に可愛ければね取っといてちょっと飾る用とかにしてもいいと思うんですけど、ここはこんな感じかな。基本的にね私はあれだな、ミネラライズブラッシュとかこのエクストラディメンションブラッシュが好きなので、こういう感じでいろいろあるんですけど、ね、まあ、でもこれは割と使えまだ使えそうなのが多いんで、この辺は取っておきますね。うわ、これはやばい。これピンクスーンですね。4年は経ってそうです。これやば。で全然使ってない。結局ねこのミネラライズブラッシュとか土地をよく使っちゃうんで、あんまり使わないんですよね。結局よく使うものしか使わないんで減らないという悲しい現状ですね。はい、これはじゃあこんくらいまだ残りますね。で問題はこっちですね。これ限定品とか廃盤になっちゃったやつとか、でもこれはねもう見た目的に取っておきたいものもあるんで、ちょっとまあ見た目的にもういいかなっていうのだけ処分しておきます。まずはねこれ絶対古いやつね。絶対古いやつと懐かしいですね。プロロングウェアブラッシュって知ってますか。マックのね前あったシリーズなんですけど、プロロングウェアブラッシュのメイクユーマインとブラッシュオールデイですね。これも可愛かったんですけど、これももう古いので処分。これはもう多分4年くらい経ちますね。これもプロロングウェアブラッシュのベイビードントゴーっていうカラーなんですけど、今あるコスミックフォースよりもピンク味が少ない感じのベージュのカラーでね、これもすごい使いやすかったんですけど、ちょっともう古いんでこの子もさよならします。ちょっと取っておきたいものをねピックアップします。その方が早い。
はい、じゃあこの中ではね、この3つが処分ですね。ウォームシェーピングパウダー、ウォームライト、シェーピングパウダー、ソフトフォーカス、これあれですね、コントアパレットに入ってるやつですね。前に限定で出たやつですね、これは単品で出たやつで、これがフランクリスカレットというチークですね。どれも3年は経ってますね。さよなら。で、その限定品で見た目的にもう大好きで取っておきたいのがここなんですけど、これはもうね、めっちゃ前のやつ、私が美容学生の時に買ったかなっていうやつで、何のコレクションかも覚えてないですね。パーフェクトリーポイズドっていう柄がね、不思議な感じなんですよ。めっちゃ可愛いから、これはもう保存用って感じですね。で、これはね、別に古くないけど絶対に捨てない、パトリックスターのコラボの時のフェイスパウダー、まあハイライトですね。激化はでもハイライトっていうか、まあチークくらい色出るけどね、これね、これ絶対捨てないですね。で、あとはこれね、ちょっと前のやつなんですけど、ミネラライズスキンフィニッシュの色のね、赤みのやつが4色入ったもの、これもね、すごい可愛いんで、これも捨てないで飾り用で取っておきます。はい、で、これもまあ新しいですね、ルナイリュージョの時のチークね。これも全然新しいんで、これも全然まだ取っておきますね。はい、というわけでこれもこのくらいすっきりしましたね。じゃあチークいったらね、ハイライト系は、あ、で、この私が持ってるこのチークパレットのレフィル全部ね、もう古いんで使わないんですけど、これは次、まあレフィル買い替える時に入れ替えようかなって思います。で、これがね、ハイライト入ってる、ハイライトとかシェーディングか、入ってるやつなんですけど、ハイライトはね、見た目が可愛いのすごい多いんで、基本とっておく系が多いかなって思いますと、あ、でも古いのも結構あるね。この中で古いのはこれだね、前の入れ物、リニューアル前の入れ物ですね。ミネラライズスキンフィニッシュのリニューアル前の入れ物の、これはダークですね。で、これがダークディープっていう一番濃いやつ、これももうこれいつぐらいだ、7年とか、さよなら。で、これはミディアムディープ、これリニューアル後の入れ物ですね。これも古いんで処分。私が気に入ってて残したいパッケージのものだと、このこれチークパレットなんですけど、ハイライトも入ってるね。あとこの辺とか、これブロンザーのシリーズですね。この辺は可愛い、すごく可愛い。これは別にそんな古くないけど、これも入れ物気に入ってるんで、これもシェーディングですね。ちょっとゴールデンリース、はい、よしよし、いい感じいい感じ。ここだ、フェイスパウダー類。これね、フェイスパウダー類は本当に適当で全然処分してないから、一気に今日は綺麗になると思います。これはリフィルだけ取っといてるやつですね。リフィル、ライトフルファンデーションの、まだそんな古くないね。これはお姉ちゃんにあげよう、お姉ちゃんぞ。これは古いな、あ、でもそうでもないの、あ、違う、めっちゃ古いわ、やばい。これね、セレクトシアーっていう昔あったシリーズの色があんまつかないパウダーですね。日焼けしてた時これすごい好きでね、使ってたんですけども、5年は経つか。それなら、この辺はまだ使えるんで、これは処分しなくて、ブロットパウダーですね。パールが一切入ってなくて、皮脂吸収率の高いね、サラサラパウダーですね。これもね、好きだったんですけども、ちょっと5年くらい経ってそうですね。パウダーってね、私自分の顔に使うってなったら全然使わないから、乾燥肌なんで。本当に人にメイクする時にしか使わないんですよ。そうなるとね、消費しないよね、やっぱり。で、スタジオフィックスパウダーファンデーションも、これももう、どんくらいだこれ ?5 年くらいかな、ギュッとして。あとね、これも使わないでしょ。で、ブロットパウダーまた出てきた。これもまたブロットパウダーなんでね、処分。あー、すごいスッキリしてる。すごいスッキリしてる。うわ、すごい。これ古いと思うな。あ、これね、ライトフルの前のパッケージですね。以前のパッケージ、パウダーファンデーションも。このリフィルは結構前のだったんで、こいつは処分します。使わない。もう本当に、ね、日焼けしてる時の色とか全然使わない。で、これ処分じゃないんですけど、これね、前魔法のパウダーとかって言って売られてた、このルースのパウダーのプレスト版ですね。これ最高なんですよ。持ち歩きもできるし、表面あんま綺麗じゃないから映さないんですけど、中身白いパウダーで、本当に皮脂だけ抑えてくれるような感じ。なので夏はもうこれめっちゃ使うんで、これは保存ですね。そんなもんかな。うわ、めっちゃ綺麗になってしまった。すごい、フェイスパウダーこんな感じになりました。めっちゃ綺麗になった。よしよし、いい感じです。で、リップ系がね、一番大変なんですよ。なんで先にね、どうしようかな。もう
あ、そうだ、これアイシャドウパレットだ。これバーガンディタイムズ9はまだ新しいんで取っておくでしょ。で、この辺がね、めっちゃ古いから、もう、あ、これは新しいわ。この辺めっちゃ古いアイシャドウパレットですね。もう3年は絶対経ってるから、これも処分します。前にあったパッケージのやつですね。これも結構古いですね。4、5年前のやつかな。なんでこれもさよなら。私のずっと昔からあるパレットで、これも結構古いんですよ。買い足してね、入れてあるものもあるんで、それは古くないんですけど、古いものはね、一気にこれもさっきのチークパレットと一緒で買い替えようと思ってるんで、とりあえずこれも放置。一回ね、スカスカのパレットあともなんか悲しいですからね。リップはなんかね、こうピンク系が入ったやつと、でこれ茶色とかが入ったやつ、オレンジが入ったやつと、これはね、キラキラかな、キラキラが入ったやつで、これはアタオカのやつね。うん、ちょっと異常な色たちが入ってる感じです。で、もうね、めちゃくちゃに混ざってるんですけど、ピンクはね、本当に使わないから、人に使いやすいものだけ残して、あとはパッケージが可愛いのだけ取っておく感じにしようかなと思います。で、これはニコパンダの時のパッケージの可愛いやつですね。これ可愛くない？めっちゃ可愛い。で、こういう限定品の入れ物だけ取っておきたいものってあるじゃないですか。入れ物だけ取っておきたいやつを取っておく時に、これはもうすでにやっちゃってるんですけど、これね、中身抜いてるんですよ。これをね、なんかリップケースとして使うみたいな感じの使い方も Mac 同士だったら多分できるんですよ。これ古いからまあ処分するんですけど、これを例えばね、まあ、気に入ってるリップだとして、で、こっちのリップの入れ物が可愛いから、そしたらこいつをね、つまんでティッシュで優しくまっすぐ抜くんですよ。そうすると、なんかライン入ってるの分かります？この中のラインに合わせてはめます。スッと、そしたらもうこれでね、入れられるっていう、全然安定もバッチリな感じですね。なんで、まあ入れ物がね、気に入ってるものは捨てずに、こうやって気に入ったリップ入れて、まあリップケースみたいにしてもいいんじゃないかなって思います。ただ入れてる色何色だったかなってなるから、あれこれ一気にやらない方がいいと思います。とりあえず気に入ってるのを1本だけまあずらしてみたいな感じでやるのがいいんじゃないかなっていう感じですね。あ、ミネラライズリップって覚えてます？マグネットで止まるやつ。これもね、めっちゃ良かったですよね。これもすごい可愛かったけど、もうさよならなんで、とりあえず1本だけ入れ物の歴史として残しておいて、で、捨てます。やばね、これ覚えてる人いる？これシーシュープリームだったと思います。これはでも歴史だな。これ歴史として取っておこう。あとこれも好きだったな、パテントポリッシュのゴーフォーガーリーっていう、こうギャルな色。これも可愛い。でも古いからさよなら。結構古いの多いね。うん、お姉ちゃんにあげる前にちょっとこれ辺は古すぎる。ではこれ全部処分ですね。もう本当はずっといじってなかったからびっくりしたんですけど、どれもね、多分3年は経ってる、ほとんど。ちょっともう袋入んないんだけど。じゃあこっちのスタバの袋も処分用の袋にしちゃいます。わ、取っておく子たちがこんな感じですね。限定品のこのトロールとのコラボのやつとか、これはもう永久保存版でしょうね。可愛すぎる。とかブンブンブルームズっていう桜のコレクションの時の入れ物とかも、これもめっちゃ可愛い。リップもこんな感じで、この辺はじゃあ取っておくと。よし。で、ブラウン系のリップの中で、これめっちゃ好きだったんですけど、これ知ってるかな？バンプリファイって知ってます？この、めちゃくちゃ色出るんですよ。すっごい色の出るリキッドルージュのツヤツヤなやつって感じで、ほら、やばくない？もう口紅並みに出るの色がね。これすっごい気に入ってたんですけど、もうさすがに古いんで悲しいながら処分ですね。まあちょっと入れ物が歴史だから1本は取っておこうかなと思うんですけど、なんでいっぱい入ってる方だけ取っておいて、古い方は処分しちゃいます。ちょっとね、だいぶ同じ絵が続いててちょっとつまんないと思うんで、ちょっとここからは早送りでお送りします。
はい、OK です。いやでもね、結構減った、結構減ったよ。これ処分用の袋の中ですね。こんなにいっぱい、結構いっぱいになりました。で、これとこれ第1弾の方ね、これも結構いっぱいになって、やっぱね、パッケージが可愛いからちょっと捨てられないのがすごい多くて、ちょっとね、パッケージ可愛くないっていうやつ見せます。これはね、何これ、クリスチャンっていう人とのコラボ、多分ね、店舗限定のやつ。めっちゃ可愛くないこれ、めっちゃ可愛い。色はね、ちょっと意味わかんないんですけど、でもパッケージが可愛いから、このいずれ飾る場所をね、作ろうと思うんですよ。コスメの飾る場所、そしたらちゃんとこの子たちを飾ってあげようかなと思ってます。これとかもうめっちゃ可愛くない、トロールとのコラボのやつ。このビバグラムのコラボの歴史は絶対捨てられないじゃないですか。なんでこれも取っておくでしょ。なんか蓋すっごいベタベタになってるけど、なかなか減らなかった。なんでこれらをね、あのまた袋に小分けにして1個の箱に詰めていこうかなって思います。やばい、まだあった。ペイントポット。ペイントポットっていう、このウォータープルーフのクリームアイシャドウ。で、これもあるんですけど、これはね、まあフェイスチャートとかでも使うから、まあ古いけどね、顔には使わないですけど、取っておこうかな。普通に。そうします。もうね、全部顔には使えない。ちょっと古くて。というわけで、まあ断捨離してみたんですけど、結構古いの多かったですね。リップに関して特に。この子たちはしっかりと処分したいと思うんですけど、マックのホームページ見てもらうと分かると思うんですけど、そのマックの空容器を日本で買ったもの限定なんですけど、10個貯めて、で、お店にね、持ってくんですよ。そうすると、これバックトゥープログラムって見えます？これ。これホームページ見てもらえれば分かるんですけど、空容器10個とリップガラス1本交換。貴重な資源を再利用するため、マックでは使用済みケースの回収リサイクルを行ってますっていう社会貢献活動をマックってやってるんですよ。バックトゥーマックプログラム、空容器10個とリップガラス1本を交換、貴重な資源を再利用するため、マックでは使用済みケースの回収、ルルルルルルっていう感じ、まあ読んでくださいっていうのをやってるみたいで、でこれ国によって個数違うらしいですね。なんでこの動画見ていただいてる方で、あの日本じゃなくてアメリカだったりとか他の国に住んでる方は、国のマックに問い合わせてもらえればなと思います。でグロス交換できるもの決まってるんですけど、変動したりするんで、ここではまあ紹介しないので、気になる方はお店にね、問い合わせてください。ただ燃えないゴミに捨てちゃうよりは、ちゃんとね、リサイクルを専門で行ってるところに送ってもらった方がね、いいと思うんで、まあ店頭に持ってってもらえればね、いいかなと思います。で一応対象の製品と対象じゃない製品の見分け方もあって、こういう入れ物の箱あるじゃないですか。でこれを開けた時に、ここにね、バックトゥーマックって書いてあるんですよ。これがここに書いてある中のこっちの製品が対象になってます。なんかここのここ切り取って持ってっちゃう人いるみたいなんですけど、リサイクルするための活動なんで、この紙全くリサイクルにならないんで、こっちね、空容器こっちを持ってってくださいね。まあでもそんな感じで10個持っていくとグロスと交換できるんですけど、私はグロスを一切使わないので、普通に処分だけしてもらいに行こうかなと思います。はい、というわけでね、何の参考になるかもわからないね、断捨離動画だったんですけど、こんな動画も面白いなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。私はもう早くコロナが落ち着いてね、人にメイクできる機会っていうのがね、増えてくることをもうすごく願ってます。こんなに化粧品があるのも、自分のためにメイクするためじゃなくて、人にメイクするためにね、これだけいろんなものを揃えてるのに、今年2020年1年間ほぼコロナでね、何の活動もなく、ただ消費期限だけを過ごしてしまうっていう、本当に辛い期間だったので、来年ね、2021年こそはね、なんとかなってほしいなと思っております。はい、というわけで、あと少しでね、もう今年も終わりますが、皆さん体に気をつけてね、良いお年をお過ごしいただければと思います。では最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でもお会いしましょう。お疲れ様でした。